90年代から癖の強い演技で活躍した女優の深浦加奈子さん。今も忘れられない名バイプレイヤーの一人です。残念ながら2008年に S 状結腸がんのため48歳という若さでこの世を去りましたが、役柄からは想像できない裏の顔や壮絶だと囁かれたその最後や生き様が気になって調べてみることに。深浦加奈子さんは東京都の出身で、1960年に公務員の両親のもとに生まれ、小学校の頃から成績は常にトップクラスで、偏差値73の難関校の都立日比谷高等学校に進学。最終学歴は明治大学の演劇学科を卒業。身長163センチで血液型は A 型。大学在籍中に劇団第三エロチカの旗揚げに参加。もともとは裏方志望だったのですが、その美貌から懇願されて舞台に上がると、たちまち看板女優として多くの作品で活躍。1989年に退団すると、舞台だけでなくドラマ「家なき子」や「スイートホーム」など注目されると、水木有沙さん主演のナースのお仕事では、きついけどどこか憎めない先輩看護婦の役でその人気を決定的なものに。一方で NHK の大河ドラマ「秀吉」では豊臣秀吉の姉役という大役を演じてみせ、人気ドラマの「科捜研の女」には亡くなった2008年まで出演するなど、幅広く名バイプレイヤーとして活躍。東京パノラマ・マンボボーイズとの共演では、リリー深浦六本木ネネの名義でパンチのある昭和歌謡まで歌ってみせて、マルチに活躍した深浦さん。しかしその最後の様子を耳にして驚きを隠せませんでした。なんと座ったまま絶命したらしいのです。なぜなのか調べてみると、壮絶な癌闘病生活の末そうならざるを得なかったのだと言います。最初に異常を感じたのは2002年の冬、腹部に激しい痛みがあって、母親の勧めで産婦人科で子宮癌の検査を受けたのですが、異常もなく痛みも一時的だったので、すぐに撮影に戻った深浦さんですが、翌年3月のドラマ「美女か野獣」の撮影中に症状は悪化。撮影後に大学病院で検査を受けると、ステージ2の大腸がんと診断され、すぐ入院して手術しましたが、病状は思った以上に深刻で、実際はリンパ節にまで転移していて、ステージ 3B の状態だと判明。摘出された患部は3センチもあったそうです。退院後は抗がん剤治療しながら、周囲には腸閉塞と伝えて、まるで遅れを取り戻そうとするかのように女優業に打ち込んだ深浦さん。しかしその意気込みとは逆に、腸の癒着による激痛で頻繁に倒れて救急搬送されることが多くなり、所属事務所に迷惑をかけたくないと5年に事務所から独立してからは、父親の会社がマネジメントして、姉がマネージャーをして、管理栄養士の資格を持つ母親が栄養管理をして、大病院の義兄が医療サポートするという、家族一丸で深浦さんを支える日々がスタートしますが、またしても容赦なく病魔が牙を剥きます。6年8月には肝臓への転移が判明。摘出したものの、12月には手術が不可能な位置に転移して、医者もさじを投げたほど絶望的な状況でしたが、深浦さんは諦めませんでした。インターネットなど駆使して情報を集め、自ら放射線治療を主治医に提案したり、未承認の抗がん剤を個人輸入するなど、必死で治療に取り組んだ深浦さんやその家族。なのに、さらに病魔が襲いかかったのです。8年2月、今度は肺への転移が発覚。6月頃からは酸素ボンベを使わざるを得なくなります。普通なら寝ているだけでも辛い状況でもなお、
女優魂を燃やし続けた深浦さん。2008年2月の舞台「新しい橋」に出演しただけでなく、同年7月にはどうしてもやりたいと原爆関連番組のナレーションをするため姉に付き添われ広島に日帰りしたそうです。実はこの時深浦さんは母親に最後の仕事になると思うと伝えていたそうですが、まさにその言葉通りになってしまうのです。その後容態が急変し入院した深浦さん、8月21日折しも北京オリンピックの女子ソフトボールの決勝戦を見ていた深浦さんは金メダル獲得に大喜びしつつも、本当はもっと舞台の仕事がしたい、私はまだまだ満足していないんだ、その時もまだそう言っていたといいます。そして翌日体調が急変したのです。すでに肺は潰れ呼吸が難しく寝ることもままならなかった深浦さんはベッドに座ったままで近づけたテーブルに枕を置いてその上に体を置いていたそうです。旅立つ数日前から腰を曲げたままでしたからさぞ辛かったことでしょう。しかしその姿勢だけが痛さに耐えられる唯一の方法だったのです。声も最後の3日はほとんど出なかったといいます。そんな中で母に残した言葉は、私大丈夫、もういいの、お母さんありがとうと振り絞るように言葉を紡いだ深浦さん。最後は家族に見守られながら2008年8月25日22時57分座ったまま静かに息を引き取ったそうです。通夜は親族だけで行い、告別式は近親者と戸田恵子さん、高橋克実さん、山村道さん、松嶋菜々子さんなど親しい方のみで執り行われたといいます。1ヶ月後に開かれたお別れ会では友人や関係者500人以上が参列し別れを惜しんだそうですが、その多くの人は癌で闘病していたことすら知らなかったそうです。深浦さんは出演作品の中ではきつい役柄や意地悪な役柄も多かったのですが、その裏に隠された本当の素顔はとても周りに気を使う性格で、明るくさっぱりとした姉御肌の性格だったので、たくさんの俳優さんに姉さんと慕われていたそうです。見た目もとっても魅力的だった深浦さん、意外にも生涯独身を貫いたのだとか。そんな深浦さんの口癖はいつも仕事が恋人だからだったというのもその後を見ればうなずけますね。それでも交際が噂された人物がいました。その人物とは俳優の高橋克実さん。噂が立ったのも当然かもしれませんが、同じ事務所でとっても仲が良かったことや、特に棺を担がれていたことでそう思った人が多かったからかもしれません。実は深浦さんの親友で女優の宇本由紀さんと高橋さんは95年に離婚していて、2011年に高橋さんは一般の女性と再婚しています。単なる噂だったというのが真相のようです。深浦さんの度重なる癌闘病生活は限られた親友らは知っていたものの、何度も復活してきた深浦さんだけに悔しい思いをそれぞれブログなどで記されています。その一人の女優の戸田恵子さんは、最後に会ったのは言ってしまう2日前、もちろん最後になるつもりで行ったのではなかったけど、23日の土曜日、深浦は気丈に、そして優しい笑顔を見せてくれた。小さい声だったけど声も聞けたし、顔色は優れなかったけどちゃんと意識はあった、あったどころかちゃんとしてた、ニコニコありがとうって言ってた、しっかり深浦を抱きしめてパワーを送るよ、また来るからねと言って病室を出た。その2日後、深浦さんの訃報を電話で知らされた時、電話の音が違って聞こえたと記しています。小学校4年からの親友のプロデューサーの湯山玲子さんは、
教室での姿を見てもなお、深浦のことだから大丈夫、と信じていたそうです。なぜそう思ったのか、若き日の深浦さんの姿が目に浮かんだのだとか、中学は私服でしたが、ジーンズだけは禁止。そして、先生の権力は絶対でした。ところが、遠足の時のあなたのいでたちは、当時の流行のフィフティーズそのままの、ピンクのマンボズボンに、襟を立てたスイングトップ。それはジーンズなんぞよりも、よっぽどの不良アイテムゆえに、事の経過をハラハラして見守っていたのですが、時代の風俗に無知な先生は、深浦のスラックス、いいね、とのんきに言う。それを、大人を虜にする花のような笑顔を見せて、ええ、スラックスですからと答え、後ろで、ペロッと舌を出すようなところが、あなたにはあった。まったくすごい裏番ぶりです。でも、こういうことを、一人でさらりとやってのけるあなたは、ものすごく格好良かった。男が男に惚れるという言葉がありますが、心ある女子は、みんなあなたのファンでした。そんな頼りがいのある深浦さんとの別れは、病院で最後のお別れをしました。モルヒネで意識がぼんやりした中で、目と目が一瞬あったのですが、すぐにあなたはうつむいてしまいました。しかし、握りしめた手をぎゅっと握り返してくれて、あなたはありがとうと一言言った。私は私で、ものすごく言いたいことがあったのですが、その時は、全く言葉が出ませんでした。ありがとうは、こっちが言わなければならない言葉だったけれど、それを、あなたの耳に届けることは、もうできなくなってしまいました。そう振り返っています。親友で、元フジテレビアナウンサーの山村道さんが、司会をされた深浦さんのお別れの会では、舞台のカーテンコールの時の深浦さんの映像が、次々と流されたそうです。すると、いつの間にか拍手が起こり、会場の全員が割れんばかりの拍手を、そこに映る深浦さんに送ったのだとか、実は、その拍手を真っ先にしたのが、俳優の勝村政信さんだったのです。お別れ会の後に開いたお疲れ様会で、それが判明したそうで、勝村さんは、やっぱり女優なんだし、カーテンコールやってんだもん、拍手しなきゃ、って照れくさそうに言っていたんだとか、胸が熱くなりますよね。キュンと呼ばれ、妹のように可愛がられた。小泉京子さんは震える声で、お姉さんのように慕わせていただいた。早く行かれて、残念と涙をこぼしたそうです。最後を悟ったのでしょうか。深浦さんは2008年8月に、飼い猫のニコラスに、自分の財産を譲りたいことや、遺骨は海に散骨してほしい、そう言い残されていたそうです。深浦加奈子さん、最初に異常を感じた時に癌が見つかっていれば、そう思うと残念でなりません。これからも、あなたは、たくさんの作品の中で、輝き続けることでしょう。合唱。